どうも、ランチェバーのブベンです。12月5日に発売された Android TV 機能搭載のチューナーレステレビ、こちらが結構話題になってるんですよ。というのも、ドンチューブのね、チャンネルの方で、ドンチューブの動画以外もいろいろ上げてるんですけど、なんか、急になんか登録者数が結構増えたんですよ。で、あ、増えたから、ドンチューブ、認知増えてきたかなと思って、ちょっとね、何が再生されてるのかなって見てみたら、全然関係ない商品 の、 紹介動画がですね、なんか3万4000回ぐらい再生されてて、それ経由でもチャンネル登録者結構増えていて、まずはこの商品がどんな商品なのか、こちらの動画をご覧ください。テレビのようでテレビじゃない、あえてテレビチューナーを外したネット動画専用スマートテレビが新登場。ありえねえ情熱価格、 Android TV 機能搭載フル HD チューナーレススマートテレビ24型&42型。Android TV 機能搭載、テレビチューナー非搭載のスマートテレビ2種がドンキ価格で新登場。あえてテレビチューナーを外したテレビなんです。 Android TV 機能搭載だから、テレビのリモコン1つで Netflix やプライムビデオも YouTube もその他の対応アプリも全部楽しめる。3機搭載の HDMI 端子でゲーム機や PC 画面も表示可能。さらにクロームキャスト機能内蔵だから、普段スマホで見ている映像を映し出して大画面で楽しむこともできる。サイズは2種類、例えば42型は家族がくつろぐリビングに、24型はあなたのお部屋のサブ機としていかがですか。あえてテレビチューナーを省いた、ありえねえ情熱価格、 Android TV 機能搭載フル HD チューナーレススマートテレビ、ぜひチェックしてください。今回この Android TV 機能搭載のチューナーレステレビを、開発した方にね、これどんな商品なのっていうのを聞きに行ってみたいと思います。ということで、ランチェです。はいはいはい、はい、ということでね、今回 Android TV 機能搭載チューナーレススマートテレビを企画開発したこちら、ワン君に来ていただきました。よいしょ。めちゃくちゃ緊張してます。ワン君、普段ドンキでどんな仕事してるんですか。家電製品の AV 機器ですとか、ヘッドホンなどの、商品企画をしております。はい、なるほど。硬いですよ、大丈夫。もっと指導が入ったんで。もう一回いきます、ね、もう一回大丈夫、はい、はい、もう全然こんな感じで、普通に取り直しとかも全然いかれもできるんで、ご指摘いただきながらですね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、ワックン、普段ドンキでどんな仕事されてるんですか。家電製品ですとか、ヘッドホンといった、ごめんなさい、もう一回お願いします。早速今回フューチャーしたい商品は、名前がアホ長いんですけど、テレビのようでテレビじゃない、ついに作ってしまったスマホのように対応アプリ楽しみ放題、あえてチューナーを外したネット動画専用スマートテレビという商品名、言いたいことを詰め込んだらこうなりました。はい、見ながらでもうまく言えないからこれね。スマートテレビってことなんですけど、僕あんま使ったことないので、どういうものなのか、まあ、イメージ湧いてないんですけど、企画開発されたということで、何でも分かりますよね。はい、ということで、いろいろ聞いてみたいと思います。はいはいはい、はい、ということで、こちらですね、話題の今回ご用意いただいたのが24型ということで、まあ、24型と42型2種類発売されていて、まあ、ちっちゃい方ですよね。はい、ちょっと早速ですね、つけてみたいと思うんですが、こちらですね、こちらがリモコン、普通のテレビのリモコンとはやっぱりちょっと違って、 Netflix だったり YouTube だったりっていうのがリモコンの中に入ってます。電源つけます。なるほど、これがホーム画面なんですかね。そうです。最初に起動した時は設定とかが必要なんですけども、はい、早速なんですけど、ちょっといろいろお伺いしたいなと思ってて、今回このテレビ、スマートテレビを企画された理由って、なんかどういう経緯で発売に至ったんですか。そうですね、もともと2年前にチューナーレステレビという、商品名で、発売をしたものがありまして、その時はただどうしても Android OS が積めなかったんですね、搭載ができなかったので、結果的にはその HDMI 端子で、いろいろな外部チューナーですとかレコーダーとかをつなぐためのモニター的な位置づけになってしまったというものが、2年前に発
っぱり出たんです。まあその時にもお客様の声からもうチューナーいらないんじゃないのっていうような、まあチューナーっていうのはそのテレビ放送を見るためのものなんですが、そういったものいらないんじゃないのかっていうお声があって、発売したという経緯がありました。でその時のまあリベンジではないんですが、最近のやっぱり皆さんというか我々のまあコンテンツの楽しみ方っていうのが、どちらかというとまあ YouTube であったりとか、プライムビデオであったりとか、そういったコンテンツを楽しむ方がすごく増えてるなっていうところで、それをまあ大画面で見れたらいいよねっていうところで OS をなんか作りたいなと思って開発したのが今回の商品になります。なるほど。じゃあワック君はこの2年で Android OS を搭載するために頑張ったってことですか？頑張りました。2年もかかった。2年もかかりました。交渉に交渉を重ねた。交渉と工夫と重ねました。なるほど。やっと12月10日ですねに発売したということで、今ちょうど1週間ぐらい経ちましたけど、反響とかってどうですか？おかげさまでもう予想以上に反響がありまして、第1次でお店に入った商品の在庫がほぼない状態で、第2便が入ってくるのを待ってもらってるって感じです。実際何台ぐらいか発売3日間で、1000台弱ぐらいの販売をさせていただいて、結構売れてますね。最初の反響としてはすごく多かった。なるほど、はい、じゃあ見込み甘かったんですね。もっと作れたんじゃないですか？はい正直ここまで売れると思ってなんか嬉しい悲鳴みたいな。嬉しい悲鳴ではあります、はい、なるほど。24型で税抜きで19,800円、手取り型で税抜きで29,800円。はい、2年間かけて開発で頑張ったってことなんですけど、ここ一番こだわったみたいなのって何かありますか？セーフポイント。そうですね、フルハイビジョンという、まあ、解像度の液晶テレビになってます。で、まあ、この2年前の商品はやはりその、まあ、状況も違ってたってところもあるんですが、まあ、フルハイビジョンではない、そこまでのきめ細かさではない、商品だった。でそのフルハイビジョンの液晶テレビで、なおかつアンドロイドの機能を搭載してこの価格を実現できたっていう、まあ、ここにやはり一番こだわりを持って開発をしました。まあでも聞いててもよくわかんないんで、まあ、とりあえずね、まあ、映像を見て本当に綺麗かどうかってことですよね。やっぱり PC モニターと違う点って言うんですけど、この、まあ、通常の PC モニターにはなかなかないやはり機能としまして、やはり薄型テレビって音がどうしても満足がいかないとか、うん、そういった欠点があるんですが、光デジタルという音声出力端子がついて、外部のスピーカーを使ってよりいい音でこのコンテンツを楽しめますよという仕様になっている、そういった端子がついているというのが、まあ、PC モニターとは違う点かなと考えております。難しくてないって考えたかったんですが、要は、まあ、いい音の出せる機械があるとそれをつなぐことができますよっていうことですよね。そうですね。これ YouTube 見れるんですよね？ YouTube 見れます。僕 YouTube やってるの知ってます？はい。絶対今まで見たことないわけですよ。はいはいはい。早速なんですけど、使ってみたいんですけど、YouTube を押したらいいんですかね、これ。YouTube。そうですね。おぉ。この直接押せるボタンがあるっていうのは結構便利だな。なるほど。検索。あ、どんチューブがある。これなんだろう、そう。ギリギリ。昨日。あ、昨日ちょっとシミュレーションしてマイクで、これ音声でマイクでねできるんですけど、これですか？はい、これがここが光って、あ、ここが光ってる、ここが光ってから言うそうです。ドンキホーテ、ここにありました。ドンチューブ、ドンキ公式ということでね。お、来ました。ちなみにワックンどれ見たんですか？一番最初の動画です。ということでね、1本目なんで多分一番最初の方ですよね。あ、でもこれ結構あれですね、チャンネルの操作もスムーズにいきますね。ということで、ね、1本目、これですね。さあ、見てみましょう。まだ髪の毛黒いですね。あ、普通に見れますね、でもね。映像も全然綺麗じゃないですか。どうですか、改めて見てて。いや、素敵な商品だなと。え、ドンチューブの話、何言ってるんですか？はいはいはい。あとこの商品なんですけど、まあ、こういろんなね、動画見る以外にもパソコンで使えるみたいなんですけど、はい、背面に HDMI っていう端子がありますので、そこにケーブルを接続していただければ、パソコンのモニターとしても使っていただけます。では実際ちょっとやってみましょう。お願いします。はい、
繋がったんですか、これ。繋げましたので、入力をちょっと切り替えを。入力切り替え、はい、リモコンですかね。リモコンで切り替えてください。で、入力切り替えを押すと、もうこれでいいんですか。はい、これで今設定としては1画面目、2画面目という形で、はい、ノートパソコンのにある従来の画面だけじゃなくて、はいはい、まあ、2倍使えるような設定にしてますので、まあ、当然この画面を単純に大きくしていくということもできる、まあ、そこはその PC のモニターと一緒という形ですね。はい、はいはいはい。こちらの商品にゲームをつなげちゃうということですかね。はい、ゲームをつないで、つないでます。今これスイッチつないでくれた感じですか。はい、使い方が分かんないですね。とりあえず画面の動くことに注目していただければ、トレーの反応については一切反応は特に気にならない。スイッチでやってる分には気にならないかな。はいはいはい。このね、商品動画の、説明のところの動画を上げた時に結構なんかいくつか質問来てて、ズバリ聞いても大丈夫です。はい、ざっくりとした質問みたいな感じで書かれてますけど、スマートテレビのメリット、デメリットって何ですかね。そうですね、まあ、メリットは好きな時に好きな動画が見られる、うん、大画面でと、大画面で見られるっていう、はい、デメリットとしましては、まあ、あえて言いますと、その、まあ、チューナーを取ったということで、まあ、そこはもちろん企画の意図ではあるんですが、まあ、地上波放送であるとか、BS デジタルの放送が見れないっていうところで、まあ、デメリットっていうか、そこの機能を省いたっていうところですかね。はい、なるほど。これはモニター扱いなんですかっていうのが、このリサイクル料金の話で来てるポイント、これリサイクルの話はどうなるんですかね、この商品は。これは、テレビとしてのくくりではないです。なので PC モニターとしてのくくりになってくる。家電リサイクルのくくりにはならない。なるほど、家電リサイクルのくくりじゃないそうです。メモリが 1GB ですけど、スムーズに動きますかっていうご質問があります。まあ、先ほど見ていただいた通り、はい、動画の再生自体は別に構ちもしてないですし、結構期間検証で使ってますけれども、全然スムーズに動いてますので問題ないかなと考えております。他にはですね、商品概要ですね、こちらいろいろ書いてあるんですけど、ここ枠の補足とかありますか。はい、そうですね、一つ、まあ、この商品 60Hz で駆動してますんで、まあ、60フレームのコンテンツも問題なく再生できる形になってますので、安心していただければと思っております。今回結構YouTube 上でも動画の再生伸びててコメントもたくさんいただいてるんですけど、これ聞いてるのちょっとわかんないですけど、某ね、受信料とかの話題とかも結構盛り上がってたりとかするみたいなんですけど、その辺、はい、どうですかね。そうですね、まあ、その私どもの判断する問題ではないですし、うん、まあ、今回の商品というのは そこが意図として開発したものではないので、そのあたりについて私からコメントするのはちょっとできないです。じゃあ、まあ、しかるべくところに聞いてくださいということですかね。はい、そうです。わかりました。はいはいはい。はい、ということで、ワックに一応ね、こちらの Android TV 機能搭載チューナーレススマートテレビ、ご紹介いただいたんですけど、普段結構、まあ、4K とか見るんで、まあ、HD だとちょっとなんか物足りないかなっていう気持ちもね、まあ、分かるでしょ。値段とね、いろいろ機能を絞ってこの値段で頑張ったっていうのは分かるんですけど、もうちょっと俺であってもいいんで、まあ、4K とかで見たいなとかって思ったりとかするんですけど、どうですかね。そうですね、お声をいただいておりますので、そのあたりはさまざま検討させていただいて、楽しみに待っていただければな。でまた2年ぐらい待ってそれかですか。かもしれませんし、もっと早いかもしれませんし、今回32型がなかったんですけど、そこに関しても同じように可能性としては検討させていただきたいなと思っております。政治家みたいな答え求めてないんですよ。まあ、頑張っていただけるということで、はい、結構ね、お客様からまあいろんなこういうコメントだったりだとか、その他にも、ね、その開発者のところに声が届くような仕組みにはなってるんですよね。はい、というのも、はい、ダメ出しの伝道というサイトがありまして、商品に対しての、ダメ出しをどんどんしてくださいという、場所があります。そのお声は、まあ、ダイレクトに私たちに届きますので、ぜひ、ご購入いただいて、ご意見をいただけたら嬉しいです。
はい、そうですね、こっち段ボールにちゃんとあの QR コードが貼ってあるんですね。ここにダメ出しの伝道、情熱価格へのダメ出しはこちらということです。はい、まあ、これ読み取ったら、まあ、簡単に書き込める形になってるんですよね。簡単に書き込みます。はい、ぜひね、ワックンへのねダメ出し待ってます。表情硬かったよとか全然そんなのねというわけで YouTube のコメントにお願いしたいんです。一緒に願いしてはね、こちらの方からねコメントいただけると、ワックンの元にねしっかり書き込みいただいた声は届いて、次のね商品に生かされた形になりますよね。もちろんです。はい、はいはいはい、はい、ということでね、今回ねワックンに来ていただいて紹介いただいたんですが、おすすめですか？やっぱりおすすめです。おう、最後の最後まで緊張してる感じやめてもらっていいですか？ネット動画を見てる方にとっては、うん、やはりスマホでずっと見てるっていうのももちろん便利なんですけど、私も基本的にもそうですけど、ね、首が痛くなったりとか、うん、そういったこともありますし、大きな画面で楽しんで、より迫力を持って楽しんでもらえるっていうのもいいかなということで、今回、いただきますので、僕もね、買いたいなと思います。ちょっとね、予算の関係で使えるか分からないんですけど。え、くれますね。検討します。忘れないやつや。はい、ということでね、以上、ロンチューブでした。バイバーイ。ロンチューブ。